どうもあさんです。今回なんですけど、夕方から現金5万円ガチで立ち回って増やせるか企画4日目スタートしたいなと思います。前回ね、1日目、2日目、3日目とやってるので、前回見てない人は概要欄に貼ってますので、そちらから見ていただけると嬉しいなと思います。で、今回4日目なんですけど、企画説明させてもらうと、立ち回りについては平打ち、U タイム狙い、設定狙い、ハイエナ、何でもありで、現金5万円を増やすという企画となっております。で、この立ち回り方なんですけど、基本的には見てる人って大体夕方から立ち回れる人が多いのかなと思うので、再現性高い企画となってますので、結構参考になる立ち回りになるかなと思っております。現金5万円を増やすんですけど、着地点は10万円になったらフィニッシュにしようかな、それか現金5万全部なくなるかにしたいなと思うんですけど、できればね、倍にしたいと思います。現在17時36分、今から立ち回っていきたいなと思います。この企画はだいたい1人でやろうと思っているので、今日も1人です。早速ね、1点を見からいきたいなと思います。お願いします。1店舗目はなかったですね。稼働が低かったんで厳しそう。次行きます。はい、2店舗目到着しました。ちょっと移動に時間使いすぎましたね。これ現在18時25分、20分ぐらい移動に使いましたね。今日はこの店で頑張りたいなと思います。21時36分。ちょっと真っ暗すぎるんで場所変えます。稼働時間はちょうど4時間ですね。ちょっと時間ずれるかもしれないんですけど、場所を移動させます。今帰ってきました。4日目なんですけど、売った台がガロ、残500。結局ね、投資が7105玉、回収4255、収支がマイナス2850玉なんですが、この企画ね、現金5万円を増やす企画となってますので、やばすぎる。いかん方が良かったマジで。期待値はね、約4500円詰めたんですけど、いや、もっとボーダー高く立ち回るべきですね。この企画に関して言えば、なんかいつも通りの感覚で、U タイム売ったりしてるんですけど、残金5万って考えたらマジでやばいっすね。で、今4日合計で現金の残金が14,800円で、今日の交通費抜いて、もうちょっと減るんですけど、やばすぎる。ちょだまある店舗で立ち回ることしかちょっとできなくなってきますね。それかちょだまあるやつ換金して現金増やすかっていう選択肢なんですけど、平打ちはさすがにちょっと14,000円じゃできんすね。やらかした、やらかしすぎや。お金ない時のパチンコ行ってた時の感覚に結構似てきますね。うわ、もうやべえ、金ないわみたいな、この感覚。いやー、ヒリヒリするっすね。このヒリヒリ感がなんかやっぱたまらんな。けどまだ言ってね、
終わったわけじゃないので、まあ、5日目、どんな展開が待ってるかわかんないんですけど、まあ、希望は持ってね、頑張りたいなと思います。言ってけど、そんな、めちゃめちゃマイナスじゃないんでね。今4日間トータルで。まあ、今日でちょっとマイナスいったかなぐらいか。まあ、持ち玉はあるのでね、まあ、まだね、頑張れますね。いう感じで、4日目終了です。お疲れ様でした。5日目突入で、4日目と5日目の間にね、正しい10日間ぐらい空いてますね。久しぶりなんですよね、この夕方から立ち回るっていうやつが。なのでちょっとデータとか見直さんと結果がどれぐらいなのか分かんないですけど、まあ、前回確かやらかしてるんですよね。で、現金が1万4000ぐらいと、チョ玉がまあ A 店舗、B 店舗、C 店舗、3店舗に約8000玉ぐらいあるんかな。なので、まあ、できればチョ玉があるところでやりたいんですけど、まあ今日はどうなるか。まあ今の時間が18時25分、まあちょっと遅めからのスタートなんですけど、まあ1台2台ぐらい拾えたら嬉しいなと思ってます。で、まあ、現金に余裕がないので新店舗で打つ場合はもうほんまアマデジ行くしかないかなっていうか、もうこれからちょっとアマデジからライトミドルに転換していかんとちょっとほんまやばい、パンクするんで、じゃあ行きますか。お願いします。今19時46分、1時間20分ぐらいか移動込みで稼働して、まあ、今日はもう拾えそうにないんでこのまま帰宅という感じで、もう腹減ったんでとりあえず飯食いたいと思います。で、今日はもうここ3ヶ月か4ヶ月ぐらいの中で一番眠いです。なのでちょっと飯食って今日はもう早く帰って寝ます。まあとりあえず買ってよかったっす、助かった。じゃあとりあえず飯食いに行きます。はい、6日目、今日は17時29分スタート。ちょっといつもより早いですね。朝はね、設定狙いして疲れました。まあ、なのでちょっともう結構疲れてますね、体力的に。ただまあこっから、夕方から立ち回って勝利を目指していきたいなと思います。まあ今日は3台いけたら最高。まあできるだけ、まあもうちょっと資金に余裕ないんでね、アマデジライトミドル、まあミドルスペックやったらちょっとボーダー高めに考えて、ザン5ぐらいのやつやったらね、行きたいなと思います。まあそんなん絶対ないけど、まあ、とりあえず中行って、まあ今日特技でもなんでもないんでね、平打ちできたらやりたいなと思うんですけど、まあなんせ資金ないからってなったらやっぱ U タイム狙いになっちゃうっすね。まあ、とりあえずアマデジ見て、まあどうなるか分かんないです。まあ入ってみます。お願いします。
お疲れ様です。20時18分、今日はもうこれにて終了です。まあ理由はこの店にこのままいても打てる台がないということで、まあ、今日はエウレカラーまで12台打ったんですけど、どっちも思った以上に回らんかったっすね。まあそれでもまあ期待値詰めたから良かったんですけど、アマデジに台打って結構負けましたね。でまあ収支の方、今日だけの収支の方もテロップで出しておきます。まあ期待値4000ぐらい詰めて、実稼働は何時間や、移動込みで3時間ぐらいか。まあ良かったんですけど、やばい、そろそろマジパンクする、金なくなる、やばい、久しぶりにこの感覚味わっとるわ、やばい。チョ玉がほぼ崩壊したんで、まあ、現金は残り1万ぐらいなんですけど、まあ、そろそろマジでやばい。いやー結構やっぱ難しいな、まあ、とりあえずね6日間終わったわけなんですけど、まあ、まだ言って分かんないんでね、チョ玉はまだあるんで、7から10にかけてね、ちょっと10万発さすがは無理やな、10万発はさすがに無理やわ。まあプラス5万円ぐらいはね、で、まあ、残金10万円とかにはしたいなと思います。まあ、言うてもまだ分かんないんで、まあやっぱ難しいっていうか、平打ちやっぱ無理やな、もうこの残金ではちょっともう平打ち厳しいマジで。でまあスロットのハイエナもちょっと考えなあかんレベル、夕方からの立ち回り、まあ、2回目ということで、まあ、3日目から6日目まででした。まあさすがにちょっとこれは負けっぱなしではちょっと嫌なんでね、7、8、9と次のまあ第3話ではちょっと勝ちたいなと思います。まあ今日はもうやることないんで帰って出ます。お疲れ様でした。